はい、3085回始めます、7月16日ですね、はいうんと、もう6時近いんでね、そろそろ切り上げて帰ろうかと思いますよ、はい、まあ無理せずね、今日仕事なんでね、はい、しっかり睡眠取ってから仕事行こうと思います、あと2つか、2つにして帰りますよ、うん、山口放送からですね、はい、うーんとあこれあれだ、あの詐欺、詐欺シリーズ、うん。 今回ちょっと数少なくて3つだけです。ね、あの投資詐欺、ね、SNS 型投資詐欺とか SNS 型ロマンス詐欺、今回3つ、ね、立て続けにいきますよ。1つ目山口放送から、うん、山口県岩国市の話ね SNS で嘘の FX 投資を勧められ現金2356万円被害ということで少、ね、額から始め少しずつ慣れてきたら あ額を増やしましょうみたいな感じでね SNS でうその FX 投資を勧められた岩国市の60代男性岩国市の60代の男性が現金2,356万円を騙し取られました、うん、岩国警察署によると今年3月岩国市に住む60代の会社役員の男性、ねえー、が、えー、投資に関する インターネットサイトで、えー、著名人を名乗るね、えー、人物と知り合い、えーうん、LINE でやり取り始めましたということでねきっかけは SNS ですよとそんで LINE の方に、えー、誘われてってことですね、うん、相手から FX 投資を少額から始め少しずつ、えー 増やし慣れていきましょうということでね、最初は少額だったんでしょう、ところが、その後ね、14回にわたって現金2356万円、ね、振り込んだと、13回にわたって、それで騙し取られたということです、ね1件目、岩国市の60代男性、2000万円超、ね、被害、次、北陸朝日放送から2件目、うん、SNS 型投資詐欺で1250万円の被害ということで、大きいね。 やっっぱりこっちの投資詐欺の方うは、ねあのー、マルチ情法なんかに比べると金額がでかいよ、一発がでかいよ石川県白山市に住む、えー、50代の男性が SNS 上で嘘の投資話を持ちかけられ、えー、約1250万円を騙し取られたと、ね、被害に遭ったのは50代の男性、ね、警察によりますとこの男性は、ね、2023年11月上旬、ね、去年11月上旬 SNS アプリでつながった複数のアカウントから FX トーク紙や外国株式投資などね儲けが出るなどと持ちかけられたと、うん、で11回にわたってねその後ね投資名目で合わせて1250万円を指定された口座に振り込んだとね利益を現金化しようとまあアプリ上おそらくアプリダウンロードしたんでしょそんでで利益が出たんでねあのー 現金化しようとしたところでできなかったため被害が発覚したと、ね、こうした手口は SNS 型投資詐欺と呼ばれていますよとあと恋愛感情を抱かせるようなのは SNS 型ロマンス詐欺ですよということでね石川県でも多発してるっていうことで3件目京都新聞、うん、あなたは、えー、通知を売った逮捕する、うん、これもよくあるねこれ。 警官語る人物に告げられ84歳の女性が500万円騙し取られるということで滋賀県警大津署は十日え7月10日かなこれ大津市内の女性84歳が警察官や検事を名乗る人物に合計約500万円を騙し取られたと発表したと同署によると5月13日に女性宅の固定電話に この電話は使使ええななないと使えなくなるとくる電話があり男や警察官などを語る人物から「あなたは通帳を売って400万円の振り込みを受けたと」と逮捕する「通帳の500万円を調べる必要がある」などと言われてこの女性指定された口座に8回にわたって合計400万円を送金したとさらに、えー、検事を語る人物が女性名義で開設した口座に 100万円を入金したと、うん、まあ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 ちょっとうんややこしいけど500万円でね合計500万円、うん、84歳の女性が騙し取られたっていうことだねまあまあまあこの相手がけ警,察警察官を名乗ったり検事名乗ったりっていうのはもう結構あるね手口としては、うん、なんだか知らないけどねあなたの通帳が売られてるとかねあなたは通帳売ったとか違法行為やったとか言ってねうん。 であなたの口座の現金を調べる必要があるみたいな感じで振り込んでくれみたいな形に持っていくんでしょうおそらく、うん、それで滋賀県大津市の女性ねうん84歳が約500万円をねあの騙し取られたっていうことでまあ今回ちょっと3件でむねあのー、少ないんですけど、うんえー、っと500万円1250万円あと 2,356万円だっけね岩国と石川県白山市とあと最後はこれ大津市ね滋賀県大津市ということでまあ全国で相変わらずね SNS 型投資が詐欺 SNS 型ロマンス詐欺なるもの、うん、その他含めてねいろいろ詐欺ね副業詐欺もあったりねあのー、するし、ね、いろいろあるけどもまあ 今回ちょっと少なかったけど3件っていう形で、まあ、実際起きてるのはこれね、あのー、この数倍起きてますからおそらく数倍どころじゃないね十数倍ねもしくは100倍レベルで起こ,起こってると思いますよ日本全国で多発してるから、ね、皆さんあの老いも若きもね本当引っかからないようにもう詐欺師だらけだから今日も、あのー、マルチ商法のやつやったけど若い人は若い人でねマルチたくさん勧誘あると思うしね 本当に引っかからないようにあの SNS の広告だいたい詐欺だと思って間違いないと思いますよなんであれねはい本当にねあの騙す側にも回らないってことですよもちろん騙されないっていうのもね大事ですけど、うん、あの自分は詐欺師にはならないんだぞと、うん、あのまあだいたい詐欺師になったらあの精神やみますから、うん、普通の人は、うん、本当に天性の本当に人を騙しても、うん あのへっちゃらっていう人はいるんだけどね、うん、天性の詐欺師っていうかね、うん、本当に生まれつきの嘘つきっていうのはいますからねあのちょっとでも善良な心ある人っていうのは詐欺師になってしまったらあのメンタル病んじゃうと思うんでねあの詐欺師ねならないようにね騙される方,方にも、ま、騙す方にもならないっていことですよね自分の人生。ね、はい その心がけね必要だと思いますよはい今回3件でしたね少なかったけどまたねまとめてお話ししたいと思います3085回終わりますチャンネル登録高評価お願いします失礼します